正常寺は、福島県川沼郡湯川村にある新温州、豊山派の寺院。藍津中央薬師堂とも称される。三号は、瑠璃港山。本尊は、薬師如来。寺に安置されている仏像のうち、国宝の木造薬師如来及び両脇地像をはじめと、する十二体は、平安時代初期の旧世紀に遡る造流である。毎年4月28日には、 薬師如来の祭礼として念仏踊りが催されている。少女王子は平安時代初期の公認年間に法奨集の学装徳一によって開かれたと言われている。徳一は中央の出身で藤原中丸のことも言われるが、確証はない。二十歳代で関東に下り、合図地方を拠点に宗教活動を行った。 日本天台宗の宗祖である最長と31、ゴ日論争と呼ばれる、天台宗と奈良の旧仏教の優劣に関わる論争を行ったことでも知られる。徳一の改装が確実視される寺院としては、江日寺と筑波山の中禅寺があり、その他にも多くの寺院を建立したと伝えられる。正常寺については、徳一の創建を伝える文献等の直接的資料はないが、当時には、 本尊薬師三尊像を、はじめ、旧世紀に遡る仏像が多く残り、これらは徳一が関係した造物であると考えられている。創建当時は七道柄と、その付属建造物が多数立ち並んでいたと伝えている。木造薬師如来像が本尊とされ、会津五薬師の中心として、会津中央薬師と称されるようになる。 鎌倉時代後期からは、新言宗に属するようになり、近世まで、忍の寺の末寺であった。大米五年に火災があり、その後室町時代初期には、行動が再建された。現在残されている建物はその薬師堂以外は、近世以降の建物である。少女寺には三十余体の仏像があり、うち二体は、平安時代初期のもので、おそらく創建寺に増立されたものと思われる。 平安時代以前の仏像が一寺院にこれだけ多数残っているのは、機内の寺院を除けば非常に稀であり、当時がこの地域を代表する大規模な寺院であったことが伺える。これらの仏像の造流には徳市が何らかの形で関わっている可能性が高い。現在、木造薬師如来座像は薬師堂に他の書物は収蔵庫に安置されている。 木造薬師如来像木造日光、月光菩薩像以上の五体は収蔵庫に安置され、いずれも平安時代初期の作である。湯川村の隣に位置する藍津番下町にある上宇大薬師堂の本尊。薬師如来像は10世紀前半の造流とされ、正常寺の仏像より約1世紀後の制作である。 造庫は182.6センチメートルあり、少城寺の薬師如来像より一回り大きい。しかし、作風は少城寺像と非常に似ており、少城寺像の影響を受けている可能性が高い。なお、上武大薬師堂の薬師如来は、藍津後薬師のうちの西の薬師に否定されている。藍津美里町の個人像の起承天立像も、作風から、 正常寺関連の像と推定されている。正常寺は、徳一の創建と言われてはいるが、それを結びつける資料は皆無である。一方、絵日寺は、空海の伝記でもある、工房大師行上周期には、空海の混流で、空海が帰京するに及んで徳一に寺を譲ったと、あるが、根弱物語などの諸資料から徳一が建てた寺で、あることはほぼ間違いはない。 では、なぜ少女寺に、徳一時代の造流とされる仏像が多く、残されているのだろうか。絵日寺が立地する場所は、藍津盆地東側の山中にあり、建立当時はおそらく人里から離れ、自然豊かで仏像修行に適した土地であったと、想像できる。徳一はここで修行に励むために、絵日寺を建立した。一方、徳一は、藍津の地に仏教を広める。 大衆教家の役割をも担っていた。そのためには、人里離れた山中にある絵知事よりも、交通の利便性があって、人が集まりやすい土地で行う必要がある。少女王子の立つ地は、合図盆地の中央に位置し、まさにそれに適した場所であると言える。つまり、得意地は、合図の民衆への仏教教家を実践する場所として、合図盆地の中央に少女王子をし、 仏教的権威を民衆に示すために、薬師如来像をはじめとした諸仏像を安置したと考えられる。福島県川沼郡湯川村症状台前百7 6 4ありがとうございます。